当選ジョーダンは日本の競争場である。主な勝ち倉は2011年の天皇賞。2007年に開催されたセレクトセールの一歳場市場で1億7000万円で取引された。場名の当選は冠名。ジョーダンはカリフォルニア産ワインの銘柄に由来するがバスケットボール選手のマイケル・ジョーダンともかけられており、場名登録上では人名であるとされている。 デビュー戦は11月1日、京都芝2000メートルの新馬戦。中段でレースを進めるも6着だった。2戦目の福島芝2000メートルで初勝利を飾ったを記録。その後中山の500万下のハボ単賞とオープンのホープフルステークスを連勝した。初戦は共同通信杯で先行するも2着席杯となったが、クラシック候補として名乗りを上げた。 しかしその後列歪めが見つかり結局クラシックへの出走はならなかった。復帰は11月の京都のアンドロメダステークスで休み明けながら2着に検討。しかし中日新聞杯では追い込むも4着に敗れた。アルゼンチン共和国売半年の休養後、準オープンに高級した初戦の箱館の五両角ステークスは5着に敗れたものの、 続く、イサリビステイクスで人気に応えて勝利し、再びオープン入り。続く東京のアイルランドトロフィーもトゥザグローリーに、競り勝ちアルゼンチン共和国媒も、直線差し切り3連勝で重賞初制覇した。有馬記念は、スローの逃げで粘り5着に入り込んだ。天皇賞初戦のアメリカジョッキークラブカップでは、中断待機から徐々に進出すると、 最後の直線で逃げ粘ったミヤビランベリーを捉えて、重賞2勝目を挙げた。その後半身大象点に出走予定だったが、右肩破行のため出走取り消しとなった。宝塚記念では後方に待機するも直線伸びきれず急着に、敗れた。その後2ヶ月休養の後、札幌記念に出走。ゴール前で、アクシオン、レッドディザイアとの接戦を制して、 重傷3勝目を挙げた。その2ヶ月後、第144回天皇賞に、ニコラ・ピンナ記場で出走、後方待機から直線で先頭に立つと、ダークシャドウ、ペルーサの追撃を抑えて一着となり初の、GI 制覇となった。勝ち時計の1分56秒1は、2008年の天皇賞で、ウオッカがマークした1分57秒2という、 コースレコードを1秒1更新すると同時に2001年に辻野ワンダーが新潟競馬場でマークした芝2000メートルの日本レコードをも0秒3上回る日本レコードタイムとなった続くジャパンカップでは2番手追走から直線で渋太く足を伸ばし残り200メートルで先頭に立つも外から追い込んできたブエナビスタにかわされ2着有馬記念では 好位でレースを進めたが、直線で伸びをかきオルフェーブルの5着に敗れた。初戦の大阪杯では、湘南マイティの3着と逃げ粘った。第145回天皇賞では、好位でレースを進め、直線で懸命に足を伸ばしたが、ビートブラックの2着に敗れる。その後は、前年同様札幌記念に出走する予定だったが、列歪めのため回避した。秋は、 天皇賞から指導するが13着と大敗し、続く、ジャパンカップでも6着に終わり、制裁を書いた。函館開催の札幌記念から指導し13着、続く、天皇賞では11着と制裁を書いたが、ジャパンカップで、単勝オッズ100倍以上という低評価ながら、勝馬からタイム差なしの3着と、構想した。ジャパンカップ3着で、 復活の兆しを見せたが、続く、有馬記念では14着と惨敗した。半年の休養の後、鳴を記念から復帰したが、終始後方のまま8着に敗れた。続く宝塚記念でも、直線で全く伸びず10着に敗れた。秋は、天皇賞から指導したが、17着と大敗を喫した。続く、ジャパンカップでも14着に敗れ。 2014年12月5日付で競争馬登録を抹消した。引退後は北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションで種ボ馬となる。2015年からブリーダーズスタリオンステーションで種ボ入り。初年度の種付け数は102頭、2年目は121頭だった。2018年8月7日、門別競馬場でアビゲールが3区の初勝利を挙げた。 同8月18日には小倉競馬場でアズマヘリテージが3区の JRA 初勝利を挙げている。2021年からはエスティファームでつなぎようされている。ありがとうございます。